時です。朝日新聞の4面ですね。安保異論封じ、安保保障関連法案をめぐり自民党執行部が党内の異論封じ引き締めを図っている。リベラル系議員の勉強会に時期が悪いと注文をつけて中止された。押して知るべしですね。この安保法案がどういうことを狙っているのか。おはようございます。民主主義を圧迫したい、みんなで議論して何が正しいかということを考えるということをさせない。真ん中辺には教員の政治的中立、自民党の中で今案が持ち上がっている。違反者には罰則をということで、高校の教員が政治的中立から逸脱した場合罰則を科す案が25日、自民党で浮上した。偏向教育を防ぐことを目的とし、偏向教育ね、どういうのが偏向教育というかというと、国家権力に対して従順でない人たち、今の政府にがやってることがおかしいよとかいう人たちは変更、勉強会では特定のイデオロギーを子どもたちに押し付けてはならない。特定のイデオロギーというのは、戦争をしたら大変なことになるよというのが特定のイデオロギーということになるわけです。国を守るためには兵隊さんを強くして出かけていって悪い奴らをやっつけろ、そういうのが、まともな健全な教員であって、平和ということなどを軽々しく口にしたり、原発反対などということを口にしたり、国民の平等とかいうことを言うとそれは偏向教育ということになる。今の政府がどういうことを考えているか、こういうところからもよく出ていると思います。で、今日はアストリアスの後残りのところをちょっとやってみます。導入部から始まって、それから中間部を2回に分けてやりました。で、中間部が終わるとまたダカーポで曲の最初に戻りますね。そして、今度は中間部に行かずに最後にコーダがあるんですけども、そのコーダのところをちょっとやってみますかね。
だん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 スピードを上げる。それで、ずっと続きまして、でここで、1回目の時には中間部に入ったんですけど、2回目の時には高座に入る。これもゆったりと泳いでますね。ピアノとかフォルテとか楽譜に書いてあるんですけど、書いてあることを必ずしも守らなくていいと私は思ってます。ここはフォルテでやる人もいれば、私はピアノの方がいいような気がする。なぜかというとね、これは2の音なんですけど、2の音を弾いてビブラートして離すと6弦が鳴ってるんですよね。弾いたのは5弦なんだけど、その6弦も開放弦より1オクターブ高い音なので、共鳴して6弦が鳴ってくれます。弾かないのに、そうすると余韻が残ります。そして最後のアルペジオ、そして最後にハーモニックが必ず1、2、3と数えて短くならないようにするのが大事だと思います。実際の三拍よりも長くてもおかしくないけれども、短いとせっかくな感じが。そして最後はこの楽譜にはフォルテッシモで書いてありますけど、私はピアノでとやった方がいいんではないかというふうな気がしますね。ということで今日はこれぐらいにしておきます。